ビリーズブートキャンプとは、ビリー・ブランクスが考案した短期集中型のエクササイズ、及びそれを収録した映像ソフトウェアの題名である。アメリカ軍における新人向けの基礎訓練、ブートキャンプがベースになっている。正式名称は、ビリー・ブランクスブートキャンプ。動画で流れる映像を見ながら、体を動かし、7日間の減量プログラムを消化するという名目の、 短期集中型運動プログラムである。キックボクシングの動きを基礎に、有酸素運動による鍛錬で構成される。有酸素運動に加えて、無酸素運動の要素も取り入れている。専用のビリーバンドを使う場面も多いが、ビリー本人が、初心者は無理にこれを使わなくてもいいと述べており、運動に参加している者たちの一部はバンドを使う、ことなく同じ動きを見せている。 一人一人がそれぞれ個々のペースで取り組める一方、55分間のプログラムでは体にかかる負荷も増大する。体力に自信があっても不調を感じた時点で運動を休憩中止するべきであり、ビリーも本編やテレビ出演時にそのように述べている。バンドを用いたエクササイズは高い負荷がかかり、運動不足の人はそれを用いないよう勧められている。 ビリー・ブランクスは1990年代に対望を創設し、ビリーズ・ブート・キャンプはその後に考案されたエクササイズプログラムであり、対望の動きを取り入れている要素もある。オークローンマーケティングによるチームビリーの日本版公式サイトが無償で運営されていたが2011年5月31日をもって閉鎖された。運動中に流れる曲は、 ビリー・ブランクス本人による作曲であり、サウンドトラックもある。2004年版2005年版日本でいう一般的なビリーズブートキャンプ2006年版ビリーズブートキャンプの続編にあたるビリーズブートキャンプエリート、おもり入りのエリートバンドを用いる。2007年版なお、本国アメリカにおいては DVD3 本にバンドが付いたセットの値段は30ドル程度であるのに、対して、 日本語字幕版は DVD4 本セットにバンドが付いて約1万5千円でキャッシュバックを利用しても1万円程度になる。2020年4月オンラインフィットネスサービスのリーンボディがオンデマンド番組として令和版ビリーズブートキャンプを制作した。この時期に国内外で感染が拡大していた新型コロナウイルスによる外出自粛や在宅勤務の影響で 運動不足が心配される中での配信開始だったこともあり、公開2日間で7000人が入隊したと報じられた。2020年6月にはこれの DVD が発売された。ありがとうございます。